ラッツスターは日本のコーラスグループである。1982年以前はシャネルズのグループ名で活動していた。4人のボーカルが顔を黒く塗り、デューアップや R&B、ソウル音楽等のブラックミュージックを歌っていたことで知られている。30年以上にわたり活動を休止しているが正式な解散はしていない。顔を黒く塗っていたのは上記の4人である。 1975年9月、鈴木が高校時代の仲間の田代、中学の時に同級生だった佐藤、久保木らと共にシャネルズを結成。この他に結成当初から在籍していたのは、新母と高橋で主に大森近辺出身のメンバーが集まり、自分たちの仕事と並行して演奏活動をスタートさせた。バンド名は憧れのグループであった。 アメリカのオールディーズバンド、シャナナと、ドゥーアップグループ、ザ・チャンネルズから取って名付けたもので、バンド名の通り当初は、シャナナのコピーバンドとして、主に活動しており、顔も黒く塗っておらず、衣装も T シャツに、スカジャンというスタイルであった。1976年には、TBS のテレビ番組、銀座ナウに出演。その後一部メンバーの脱退が続いたが、その入れ替わりに、 鈴木の幼馴染みであるクワノと、中学時代は、高橋と同級生だった菅川が加入する。1977年、当時最高峰のアマチュアバンドコンテスト、イーストウエスト77に出場し、決勝大会まで進出して、入場を飾る。同コンテスト決勝大会には、サザンオールスターズ、カシオペアが出場していて、プロへの足がかりを作っている。 また大竹栄一とこの頃関係を持ち始め、同年大竹がプロデュースしたアルバム、Let's ン n アゲイ Again には鈴木がソロを取り、佐藤がコーラスを担当した曲と、メンバー全員で参加した曲の2曲が収録された。なお、名義はそれぞれ龍ヶ崎誘導と、モンスターとなっている。イーストウエスト77で、サザンオールスターズをはじめとする他のバンドに圧倒されたメンバーは、 シャネルズをもっと強く印象付けられるものが何かないか探していた。そんな時、田代が深夜にテレビで放送されていた東宝映画三匹の歌抜きを見ている時に小沢昭一が演じていた黒塗りパンチパーマの詐欺師にヒントを得て黒塗りの顔でステージに立ってみることを発案する。話し合った結果、目立つようにメインボーカルの4人だけが顔を黒く塗ることに決め、 衣装も黒い顔に似合うものを探して、キャバレーの呼び込みが着ていた制服であるど派手なタキシードを安く仕入れた。そして、鈴木の父が持っていた黒人音楽のレコードやジャケットを見て衣装に合う振り付けを考え出した。こうして、イーストウエスト78にはレコードデビュー後のスタイルに近い形で出演し、その後の曲のレパートリーも本格的なドゥアップが中心となっていった。 ただ、当時しばらくはドゥーアップがなかなか世間で認められず、苦労するも、山下達郎には、早くから認められていた。その後新宿のライブハウス、ルイードで、定期的に行っていたライブが次第に評判を得始め、アマチュアバンドの中では、一にを争う人気グループとなっていく。この頃脱退したメンバーと入れ替わりに、横浜のアマチュアバンド、ダックテールズのリーダーだった山崎が、 メンバー入りし、さらにその後サイドギター担当が抜けた後釜に、葛飾区柴又出身の出雲が加入して、デビュー後のメンバーが揃う。レコードデビュー前にもテレビ出演を果たしており、例えば、東京12チャンネルの独占。大人の時間では、中途から数回出演し、主部などのドゥアップを披露している。1 9 8 2年2月に、メンバー10人で、レコードデビュー。 デビュー曲、ランナウェイがミリオンセラーを記録する大ヒット。顔を黒塗りすることで、ブラックミュージックの雰囲気を出したことが話題となり、お茶の間でも一躍人気グループとなる。また、ドゥアップって何だろうと、音楽雑誌でも取り上げられるなど、日本にドゥアップブームを巻き起こす。黒塗りメイクには、デビュー当時まで白髪染めを、以後は濃い色のファンデーションを塗っている。なお、デビュー後も、 しばらくの間はメンバー全員がそれまでの仕事を続けていた。同年、ロサンゼルスの名門ライブハウス、ウイスキー英語5に出演を果たした。1982年1月、一旦それまでの活動を休止し、全員が昼間は千0番校などの仕事をして夜に集まって練習をするという生活に戻った。2ヶ月後に復帰し、この時にシャネルズのスペルを シャネルズと変えている。フランスの高級ブランドシャネルからの物言いがあったと言われているが、鈴木はスペルを改めた理由として、シャネルズだと海外では、シャネルズと読まれてしまうためと述べている。以後、シャネルズ時代の音源などが発売された時は、ジャケットなどのシャネルズの表記はすべて、シャネルズと変えられている。1983年、さよならシャネルズフェア開催に伴い、 シャネルズとしての活動を終了させ、ラッツスターに改名。ラッツスターとしてのデビュー曲、めくみの人が80万枚を売り上げる。バンド名を変更した理由はあまり明言されることがなく、ドゥーアップにとらわれないグループを目指すためと説明されることもあるが、スペル改名後も、シャネルからのクレームが続いたためと言われることが多く、同業である、 化粧品会社の CM ソングを担当することになったためという説もある。バンド名のラッツスターはドブネズミたちと星を意味し逆から読んでもラッツスターとなる。下町育ちのドブネズミたちがドゥーアップを歌うとラッツがひっくり返りスターになったというのが本義。なお、シャネルズ時代の1981年にすでに ラッツスターというタイトルの本を刊行していた。また、この年の7月24日には、オールナイト日本スーパーフェス83に出演し、大竹英一、サザンオールスターズと共演する。最後は、ホタルの光、上を向いて歩こうをセッション。その後、ピアノの山崎とベースの高橋が脱退して8人体制になる。 1984年3月、フジテレビ系で週4回放送の5分間バラエティ対番組マンガチョップ84に大森衝撃研究会の名義でレギュラー出演しコントを披露した。同年11月からは文化放送のラジオ番組ラッツエンターテインメント85がスタートした。1985年東京 赤坂の日枝神社でメンバー5人が合同結婚式を行い話題を呼ぶ。結婚式当日は花嫁を引き連れてフジテレビ系夜のヒットスタジオデラックスの第1回目に出演。後に菅川が抜けて7人体制になるが、その後メンバーは一人数とが個人で活動していくようになる。田代と桑野はバラエティの世界を主な活動の場とするようになり、 鈴木は1986年にソロ歌手としてデビューした。久保木は一般人となり、時折ラッツで集まる以外は芸能活動を行わなくなり、佐藤は音楽プロデューサーに転身した。活動休止以前に脱退した山崎、高橋、菅川を含む他のメンバーもラッツ以外の音楽活動や一般人となるなどそれぞれの道に進んだ。1987年、 鈴木の実の姉である鈴木清美の歌手デビューをサポート。鈴木清美ウィズ・ラッツ・スターとしてリリースしたデュエット曲ロンリー・チャップリンがヒットし、後にカラオケのデュエットソングの定番となった。鈴木清美ウィズ・ラッツ・スターとしての楽曲発売は同年11月のシングルタクシーが最後となり、以後は新曲をリリースすることもなく活動休止状態になる。しかし、 年越しライブ、ニューイヤーロックフェスティバルへの出演など、単発的な活動は行っており、1989年に発売されたゲームソフト、田代正さのプリンセスが、一杯では、ラッツスターのメンバー全員がゲーム内に登場するなどしていた。また、同時期には、ゼネラル石油の CM にもメンバー全員で出演したこともあった。90年代に入ると、そのような機会も、 ほとんどなくなっていき、1991年には、シンボが、覚醒剤不法所持で、逮捕されている。1992年7月15日には、フジテレビ系、番組、サウンド ARENA に、緑のスーツを着て出演し、メドレーを披露している。この番組は田代が司会を務めていた番組であり、同年6月24日の放送に、鈴木が、ゲスト出演した際に、 同じく司会を務めていた徳光和夫が鈴木にラッツでの出演を持ちかけて実現したものだった。ネズミ年の1996年にメンバーが再集結し、期間限定で活動を再開する。ラッツスターとしては11年振りとなるシングルである大滝 H プロデュースの夢で会いたらをリリースし、ライオン株式会社の歯磨きクリストの CM ソングに起用された。 その後全国ツアーを観光し、同年、同局で NHK 紅白歌合戦に初出場する。1996年の最終決以降、ク野ノ自身が日本テレビ系の音楽番組ザヨルも引っ張れでグループの活動再開を明言していたが、タシロの一連の不祥事により話が立ち消えになったようである。しかし、それ以降もク野ノは解散したわけではなく、 もし活動を再開するのであれば、再結成ではなく再集結ですと述べている。2006年4月19日に、鈴木、佐藤、桑野の3人が、ゴスペラーズのメンバーとのコラボレーションで、ゴスペラッツとしてアルバムをリリースした。2008年7月、京浜急行電鉄が主要駅の接近メロディに、使用する楽曲を一般から募集した結果、 京急化また駅のメロディに夢で会いたらが採用され、同年12月11日に使用を開始した。採用理由には、鈴木徳和野が同駅の所在する大田区出身であること、グループを代表する楽曲であることの二つが挙げられている。2009年2月、田代が自らのブログで、鈴木、佐藤と会食し、鈴木が田代にラッツの30周年については、 困難な見解を示しつつも、互いに、ラッツは宝物だということを確認し合い、お前が、真面目にやって、宝物を磨いて、俺たちの前に出すなら、俺もそれを出すよと語ったことを明かした。翌3月、鈴木は、新アルバム、スティールゴールドの発表記念イベントで、再び、田代さんと歌う可能性はあるのかとの質問を受け、彼も、自分をもっと磨いてほしい。そうしたら、 俺も磨いたスティルゴールドを彼の前に出したいと思いますと答えた。タシロに関しては2000年の不祥事による芸能活動休止の際にク野ノがタシロとク野ノの死傷格に当たる志村健と一緒にタシロの復帰を支援したにもかかわらず2001年にタシロは風呂場ぞき及び覚醒剤不法所持で逮捕されてしまい以降もタシロは覚醒剤を含む 不祥事を連発することになる。2001年の不祥事の際に、桑野は田代を猛烈に避難して、以降は絶縁状態となってしまっていたが、2009年のあたりには、桑野とは和解して、鈴木や佐藤とも会食をしたり、すでに一般人となっている久保木とも対面したりと、田代と他のメンバーとの関係は改善されていた。また、田代はこのあたりは、山崎と一緒に仕事をしたりしている。 しかし、2010年に逮捕されて以降は、鈴木と桑野から田代を非難するコメントが出た以外は、メンバーとは完全に断絶状態になってしまい、出所時には2010年の逮捕前まで一緒に仕事をしていた山崎がブログで田代を懐かしむコメントを出していたが、2019年に再び逮捕された際はメンバーからのコメントは一切なかった。常述の通り、 1996年の再終結以降にも数回再終結の話はあったが、いずれも田代がその度に不祥事を連発して白紙になっている。2009年9月2日、ブルース・ペック CD にて、1996年発売のベストアルバム、バック・トゥ・ザ・ベーシック、ザ・ベリー、ベスト・オブ・ラッツ・スターが、鈴木正幸のマルティーニシリーズ、マルティーニブレンドと共に再発された。 2009年、下北沢のソウルバー、エクセロが25周年記念イベントを行った際に、田代も含めたラッツスターのメンバーが出演。久しぶりに、ラッツスターのメンバーが顔を揃えた。ステージでは、スタンドバイミーを披露した。2010年2月25日、デビュー30周年を記念して、オリジナルアルバム、初の B 面集、レアトラック集の、 計11枚の CD と PV 周秘蔵映像の DVD1 枚、その他豪華特典付きで初のボックス、ザ・コンプリート、ヒストリー・オブ・ラッツ・アンド・スターが完全生産限定で発売。2015年9月2日にゴスペラッツ10周年としてアルバムゴスペラッツ・ペラー2を発表し、同月に東京と大阪で行われるライブイベントソウル・パワーに出演。デビューの ランナウェイは、湯川玲子が作詞を、井上大輔が作曲を担当し、あとも、この二人によって、多くのヒット曲が作られた。特に井上は、ラッツスター時代を含めて、ほとんどのシングル曲において、作曲を行っている。また、作詞家の売り屋、宮城伊佐夢が初めて詞を提供したのが、阿蘇玲に名義によるシャネルズの、星屑のダンスホールという曲で、後に、めくみの人、 今夜は、フィジカル、グラマーガイなど多くの楽曲の作詞を担当した。アルバム収録曲の大半や、憧れのスレンダーガールなどの一部のシングル曲は、田代が作詞を、鈴木が作曲を担当している。田代と鈴木の二人は、小泉京子や渋垣隊に楽曲を提供したことも、ある。その他には、村松国夫もグループの編曲に深く携わっている。 リードボーカルは基本的に鈴木が務めていたが、アルバムには田代がリードを取る曲が収録されていることが多く、その他にも佐藤、久保木、桑野、新ンがそれぞれリードボーカルを担当する楽曲も存在する。デビュー前から交流のある大滝英一は当グループのデビュー曲用にスパイスソングという曲を書いており、ハウス食品、ペッパーの CM ソングとして使われる予定であったが、結局は使われなかった。大滝による同曲のデモバージョンは、アルバム、ナイアガラ CM、スペシャルサードイシューサーティースアニバーサリーエディションに収められた。シングル発売された T シャツに、口紅と、その B 面曲、星空のサーカスの作曲や、戦術の2曲が収録された、アルバム、ソウルバケーションのプロデュース、彼が作詞、 作曲した夢で会いたらをラッツがカバーしたシングル制作時のスーパーアバイザーでもあった。すべてのシングルは現在廃盤。鈴木清美ウィズラッツスター名義は鈴木清美ウィズラッツスターを参照。携帯の欄に印があるアルバムは1995年に CD 選所として発売されている。鈴木清美ウィズラッツスター名義は 鈴木清美ウィズラッツスターを参照。ありがとうございます。